You can't measure up to me! Go on! Do your worst! You still got me? Yeah, no way. Come on! Huh? いくぜ。こんなのはどうだ。やめな。Do your work。次は俺だ。腰抜き野郎が。ぶちかます。俺の番だな。ここらで俺もまだまだ調子よ。It's not a show, shithead. なんでもできそうな気分だ。これだな。うまく取れたぜ。What are you looking at? I'll take your money. よっしゃ、行くぜ。全力でかまって。いいコンディションだ。ハロー。はい。アロハ。どうしました？はい。これだな。うまく取れたぜ。お待ちしていました。どうぞ。もともとこの部屋を桐生さんに用意したのもあんたらだったんだな。ええ、そういうことです。前もって桐生さんの病状を聞いてはいましたが、今回の任務がこうまで危険になるのは予想外だったんです。当初は茜さんを見つけ保護するという一点だけだったので。じゃあそれで言うとあんたらはもう任務完了じゃねえのか。茜さんは病んとかで治療中だ。今すぐ迎えに行きゃいい。まあおかけになってください。やはり説明には少し時間がかかりそうだ。結論から言えば大道寺の目的は茜さんの保護ではなく、パレカナが血眼になって探しているものを横取りするということにあったようです。あなた方のおかげで今は茜さんといたラニがパレカナの探し物だったと理解しています。じゃあ大道寺一派も病たちと似たり寄ったりってことか。と
言いますと？病井たちも茜さんに何の価値があるか知らずに探してたんだ。理由はハワイの組織がみんなこぞって茜さんを追いかけてたから。でそいつを交渉のカードにして裏社会に食い込むつもりだった。なるほど。そうですね、状況はよく似ています。ただ大道寺の場合、茜さんを追う黒幕がパレカナであることは初めから知っていたようです。なんだって？これはここだけの話にしていただけますが、パレカナは日本政府にある取引を持ちかけてきています。へへ、もったいぶるじゃねえか。なんだいそのある取引ってのは？原発から出続ける大量の放射性廃棄物をパレカナが引き取って処分すると。はあ？彼らの所有するネレ島には核のゴミを埋められる土地と施設があります。パレカナはそれを清流会のエビナを通じて日本政府に売り込んできたんです。エビナを通じて？核のゴミ処分がままならないのは万国共通、原発を動かしたい勢力の大きな泣きどころです。彼らにとってエビナやパレカナの申し出は渡りに船と言える。日本政府の主流派も大いに乗り気です。停止中の原発を動かす、新たに建造する、なんなら他国にも輸出して莫大な利益を得られる。しかし大道寺一派はどうにも話がうますぎると疑っています。そこには何か落とし穴のようなものがあるのではないかと。落とし穴って何のことなんだ？それは分かりません。穴の仕掛け人にその隠し場所を聞いたって答えは返ってこないでしょう。だからパレカナの真意を確かめるには上辺の交渉ではなく深く切り込まないと。そのためには強力な交渉材料が必要です。じゃあその交渉材料が茜さんやラニってことか？ええ、大道寺の上が我々にここまで情報を落としてくるのは初めてのことです。花輪の死は彼らにも想定外だったんです。な、ちょっといいか。大道寺ってのは悪の組織みてえなもんなんだろ？日本の影の権力者です。かつてほどの勢いはありませんが。それがなんでハワイにまで人を送り込んでパレカナを調べるんだ？そっちにも何か真の狙いってのがあるんじゃねえのかよ。何か誤解されているようですが、我々にとっての勝利は日本の国益です。ただし闇雲に原発を動かす目先の利益よりも長期的な視野で物を見ます。パレカナのゴミ処分は確実に安全なのか、血税で賄うコストに見合うものなのか、将来においても正しかったと子供たちに誇れるか、国の舵を取る愛国者なら当然の懸念です。うん、さすが影の権力者。じゃあ聞くがよ、もし俺らでラニを取り戻すことができたら、あんたらはどう動く？何よりもまずパレカナの手の届かないところで保護します。そのために専用機も用意していました。なら引き続きあんたらと俺たちの目的は同じってことだよな。茜さんとラニをパレカナの手から守る。もちろんです。ですがそれもこの男の裏切りでご破産になりかけています。ああそうだな、 A ちゃんについて調べを入れたって言ってたよな。三田村英二、意外かもしれませんが調べたところ本名でした。もともとは東都新聞の政治部記者だったんです。 A ちゃんが分野？ええ、しかし5年前に会社から解雇されています。理由は運転中に起こした人身事故です。人を引いたってのか？ええ、ただし三田村はヤクザにはめられたと供述しています。具体的には当時警視総監と癒着していた荒川組の幹部たちだと。え？当時三田村は警視総監と荒川組の癒着の証拠を見つけるべく日夜取材を続けていました。荒川組が目障りな存在とみなす程度には優秀な記者だったようです。
ですが、それが良くなかった。その日深夜まで取材を続け、疲れ果てた三田村が夜道を運転中、突然歩行者が飛び出してきた。英二は、それが荒川組の仕業だって言ってるのか。証拠はありません。ドラレコの映像からは確かに歩行者の飛び出しは不自然な挙動に見えます。ですが裏を返せばそれだけのことです。被害者の男性は荒川組との関係を否定しています。幸い被害者が軽傷で済んだことと、運転手の過失は軽度であるという判断から、数十万程度の罰金の判決で済みました。ですが会社がそんな人間を雇い続けるかは別問題です。もし事故が荒川組の仕組んだことだったとして、判決に関係なく事故を起こさせた時点で狙いは達成してたってわけか。荒川組が噛んでる証拠はないって話だったが、本当に何にもないのか。そのもし荒川組の仕業だったとして、荒川真澄が噛んでいるとは考えづらいでしょう。目障りな分野一人、組長がいちいち把握してるとは考えにくい。ただ沢城城がどうだったかは微妙なところです。やつならやりかねないは、我々としても見解が一致するところです。もしもだけどよ、もし英二の言ってることが本当なら俺と一緒じゃねえか。マフィアだのヤクザだのにはめられて人生めちゃくちゃにされるってよ。な、それでその話が英二の現在とどうつながるんだ。新聞社を追われた三田村はある組織の活動に参加します。 NPO 法人ブリーチジャパンです。エイちゃんが、あいつブリーチジャパンにいたのか。荒川組にはめられたと考える男がヤクザ根絶を標榜するブリーチジャパンに参加した。彼の内面は容易に想像がつきます。な、三田村はかなりの活躍を見せたようで、青木寮に見出され、組織が解体されるまで東京地区の支部長についていました。確か久米が横浜支部長だったな。妙なところで因縁がつながったな、春日。ああ、でもわからねえ。それだけエイちゃんがヤクザを恨んでるってんなら、なんでエビナとつるんでるんだ。あいつの歌う第二次大解散に騙されてるってことなのか。今までの話を踏まえた上で、それでもエイジがヤクザと手を組むとしたら、理由はそこくらいしか思い当たらねえな。ヤクザ根絶のための苦肉の策ってところか。いやでもそれは変だろ。エイジが第二次大解散を信じてるってんなら、今あいつがやってることに何の意味があるんだよ。マフィア引き連れて小さい女の子さらって何がしてんだよって話じゃねえか。もはや目的すら見失ったのか何なのか、エイちゃん本人に確かめるしかねえな。だな。話を戻すぞ。エビナと手を組んだエイジはその後千歳のチャンネルを乗っ取ったってことか。記者として活躍するはずだった人生を取り戻したかったのかもな。それで告発系 VTuber なんてのを始めた。けどそのチャンネルも今やエビナの御用聞きだ。三田村はハワイにおけるエビナの名代なんでしょう。バレカナの勢力もバックにつけています。ラニがこのまま見つからなければ我々の負けです。キリュウさんの望みも花輪の死も露と消えます。そう言われてもよ、あの子がどこに連れて行かれたかわからねえ。ちいちゃんからメールだ。おあいつなんだって。画像一枚だけ、どっかの店の看板とっさに撮ったんだろう。ちいちゃんはここに来いって言ってんだ。その店にエイジがいるってことか。トミー、これどうだ、分かると言ってくれ。
ああ大丈夫だ、わかるぜ。さすが春日さん、そこにラニも。そちら行ってみねえとわからねえ。ありがとな。花輪さんの無念、あなたたちに託しましたよ。いじま、待った。
ガンガン行くぜ。調子がいいぜ。かかってきな。もらった。どぎついの行くぜ。こいつで。行くか。アロハ。Thank you. Aloha. This one's so good too. It's not fair. Thank you. いい感じだな。Aloha. Thank you.
Aloha. Thank you for stopping. Aloha. Thank you for stopping by. ありがとう。
ここだ一番。クラブギルティ。ハワイの下品な店の中じゃ最高に金がかかるってところだよ。なんだそりゃ。ちーちゃんからだ。もしもし、俺だ。無事かちーちゃん。エイジを探してたの。そうする以外、したことを償えるやり方が思いつかなくて。見損なってもらっちゃ困るぜ。そんなことしなくたって俺らは。お願い聞いて。エイジを見つけたの。クラブギルティの一番奥、VIP 席にいる。ご機嫌で飲んでる。周りはパレカナのギャングだらけ。そうか、わかった。ちーちゃんも中にいるんだな。なら俺らもすぐ行く。今度は俺らの番だな。エイちゃんを捕まえて絶対にラニを取り返すんだ。ねえ待って、大丈夫なの？そんな簡単に私を信用して。私はエイジと一緒にみんなを騙してたんだよ。もしかしたら今度こそ一番のこと殺す気かもしれないんだよ。なんか第五地区の中でもこんなやり取りした気がするな。ちーちゃん、俺の答えはあん時と一緒だ。ちーちゃんを信用するって俺が決めたんだ。その結果がどうなろうが文句は言わねえ。それにきっといい結果が待ってる。まったく人のいい野郎だ。待ってるよちーちゃん、みんなで迎えに行くからな。聞こえたよってトミーに伝えて。ああ、じゃまた後でな。Doing here? 中で連れと待ち合わせなんだ。ここ通してもらうぜ。The balls on this guy. Hey fellas, looks like we got ourselves a new punching bag. 待ってろよ、ちーちゃん。行くぞ！オプテリー！かかってきない！行くぜ行くぜ。かかってきな。やるのかい。 Do your work. Come on. Hurry up. 行くぜ。ほら、水にまで回答。ぶちかます。腰抜き野郎が。ちょっとやつぞ。ガツンと行くぜ。行くか。ガンガン行くぜ。ほら、どうしろよ。おとといきやがる。いい調子だぜ。また強くなっちまった。春日さん、こっちこっち。
室と行きますか。すぐそっち行ってやるから、まあ待っとけや。みんな行くぞ。さてやりますか。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。俺の番だな。うそ。次は俺だ。で、うん。ぶちかまる。見てんのか。ほら。ここらで勘弁してやるよ。だな。いやすごいな春日さん、大したもんだよ。何をどこへやった。あのかどこにいる。残念、もう死んじゃったよ。はあ、なんだと。てめえ嘘つくんじゃねえ。ああ、慰めにならないかもしれないけど、もうとっくに始末しちゃったから、あんたたちがどんなに急いだって全然間に合わなかったんだよ。せっかく来てもらったのに無駄足だったね。ただもうここまでパーティーを邪魔してくれちゃったから、ただでは返してあげられない。俺と春日さんの中でもそれはさすがに無理。ここにいるみんなが納得できないよ。ん？あ、気が利くね。ラニを殺したなんて大嘘。ちとせ。ちーちゃん。さっきまでお仲間とあの子をブライスに引き渡す相談してたくせに、覗き見、盗み聞きは得意でも。されるのは慣れてないみたいね。ラニはどこ。さあ、今頃海の底とか。私が撃てないと思ってる。わかったわかった。まあちょっと落ち着こうよ。聞きたいんだけどさ、千歳はなんで俺がここにいるってわかったの。カバンにGPS の発信機を入れておいた。あんたが大道寺のセーフハウスへ来た時にね。そりゃ気づかなかった。春日さん聞いた、こういう子なんだよ。人を騙すはめるがまあうまくてね。天才的と言っていいんじゃないかな。だから俺は千歳のチャンネルに目をつけた。聞きたいことは済んだなら、改めてこっちから質問。ラニはどこ。まいったな。おとなしくしとけって。まったく、人様に銃を向けるなんて、実家のご両親が見たらそっとするんじゃないか。親御さんを悲しませてはいけないよ、千歳。うっさい。バカ言え。こんな子モテたら親御さんは鼻高々だろうよ。ダニを引き出せたのは大手柄だ。ありがとな、ちーちゃん。一番。さあ、
ラニを取り返すぞ。しゃあ。もうよ。あんなぎゅうぎゅうに縛りやがって、かわいそうに。私も戦う。どの口がって話なのは分かってる。だけど、お願い。なあ、頼む。いいよな。言い出したら聞かねえだろう、こいつ。さっさと片付けて、ちゃんとした治療をしねえとな。なあ、よっしゃ。行くぞ。行けた。どうした、行くぜ。全力で行くよ。ほら来いよ。ほら来いよ。覚悟。全力で行くよ。腰抜き野郎が。いい調子だぜ。コツつかめたんじゃねえか。返しちゃくれねえか。まだ A ちゃん呼びなんだ。さすがに無理ありません。それ、あんたとの今までのやりとり全部芝居なんですよ。こっちは内心ヘドが出る思いだったんだ。ヤクザとお友達ごっこなんてね。いいよ、春日さんがそう言うなら返してあげますよ。ただしこいつもセットでね。あ、ダメダメ、動いちゃ。こいつは衝撃で起爆するからくりなんだ。じっとしてないと。さてと、じゃあお望み通りラニちゃんをお返ししますよ。ブライスに引き渡してもどっちみち殺すだけですし、早いか遅いかの違いでしょう。おい、やめろ、エイちゃん。その呼び方やめてもらえます。されやすいんですね。それ爆弾なんかじゃないし、
衝撃で起爆もしませんよ。正解はこちら。なんだこれ。さゆりかさん、ラニちゃん、こっち。大したもんだ。でも残念。ちいちゃん、ラニちいちゃん、くそ、エイちゃん、ボンボヤーシュ春日さん。ラニはこの先どうなるんだ。多分ネレ島に連れて行かれて、あとはブライスがどうするか。ネレ島か、どこにあるのかも分からねえ。パレカナの聖地。じゃあもう打つ手なしってことか。謝って済むことじゃないけど、ごめんなさい。全部私のせい。私は自分の身を守るためにエイジの言うことを聞き続けていた。いつかアカネさんやラニを犠牲にするって分かっていたのに。聞かせてくれるか、ちーちゃん。エイちゃんやエビナについて知ってること、それにタタラチャンネルのことも。そうだな、あのチャンネルには俺らも痛い目見せられた。あの VTuber の中身って言ったらいいのか、それが千歳だったわけだよな。で、台本はエイジが書いていた。はい。でもそれは3年くらい前からのことで、もともとはそれよりもずっと前、7年くらい前に私が個人的に始めたチャンネルなんです。まさかそん時から告発系やってたってわけじゃないよな。はい、当時やっていたのは本当に他愛のないおしゃべりの配信でした。名前を考えて、見た目も自分で描いて、今みたいに動きもしない、本当にただの下手くそな絵でした。見た目も今と違ってたのか。今のはエイジがチャンネルの人気を上げるために大金出してイラストレーターに発注したの。もともとのデザインを引き継いではいるんだけど、露出が増えたり胸元が強調されたり、そういう工夫が入ってる。まあそういう工夫に効果がねえとは言わねえ。お前からしたら嫌な思いをしただろうけどな。当時の配信はそれこそ10人も見てくれれば大盛況みたいな、本当にささやかなもので、でもそれが私は本当に楽しかった。だって物心ついた頃から学校も習い事も家に決められた通りに束縛されてた。友達だと思っていた同級生がうちの父からお金を受け取ってたこともあった。家の中でもメイドに監視されて、何かあればすぐ親に告げ口されてた。そんな育ちをする子もいるんだな。そんな毎日の中で誰にもバレないように夜布団に潜って、スマホの明かりを隠してたたらひそかとして配信している時だけ私は私でいられた。変な話でしょ、名前も姿も声まで変えてるっていうのに。たたらチャンネルはそんな感じで私が私のためにやってるだけのものだった。それが変わったのが3年前。何があったんだ。3年前の富士宮海運のタンカーが沈没した事故って知らない？船員20人以上が全員死亡した。
あったな、覚えてる。コンテナの化石祭があったとかで一時期何回も謝罪会見してた。へえ、そんな事件が。富士宮グループの会長、私の父はね、事件のこと隠蔽するつもりだったの。そうだったのか。父が関係幹部にだけ出した隠蔽指示の文書を偶然見つけたの。自分の利益のために人の命を犠牲にして、その上それをなかったことにするなんて。私はその文書をテレビ局とか新聞社にありったけ送りつけた。でも反応は何もなかった。だから私はやけくそ半分でタダラチャンネルでそれを暴露したの。マジかよ。それでどうなったんだ。10人見てれば大にぎわいって配信だもの。当然何の反応もなかった。いや、反応はあったかな。急に何言い出すんだこいつって感じで、気味悪がって見てくれてた人が誰もいなくなっちゃうっていう。まあ無理からぬ反応ではあるわな。事件は季節外れの台風のせいってことで世間は納得しかけてた。そんな時だったの。私の前に三田村英二が現れたのは。それはメールとかじゃなくて目の前にってことか。そう、英二はもともと新聞記者だったけど、ヤクザにはめられて将来を失ってた。英二は私の動画を見て、タタラが一族の身内だと見当をつけてた。そのうちの学生だろうってことまでね。その年頃に該当するのは私だけ。それで英二が私に何をしてきたかっていうと、告発動画をもっと効果的に煽るナレーションの台本を渡してきたの。台本？動画で何を喋るかってことかい？いかに富士宮が格差社会の上位にいるか、どれだけメディアを言いなりにさせてるかってね。その台本通りに改めて告発した動画は本当にバズった。ネットの情報も一定数の拡散に達するとメディアも無視できなくなる。その流れを見て、隠蔽を指示されてた幹部の中に物証を持って垂れ込む人が出てきた。そうか、それが発展して俺が見た謝罪会見になったわけだな。はい。世間が騒ぎ出すと、父は私がマスコミのいい標的になると踏んで、ほとぼりが冷めるまでハワイで過ごすように言いました。私がハワイにいるのはそういう経緯なんです。思わぬ形で羽を伸ばせる機会が訪れたってわけだな。いつもの格好、親御さん的にはひっくり返っちまうだろう。あのへそ出し、一応ね、あれは変装の意味もあるんだよ。だから親も了承済み。それはそれは苦い顔をされたけどね。話をタンカー事件に戻すけど、英二の指示に従った結果、富士宮グループはかなり手痛いダメージを受けることになった。正直その時は英二を救世主だと思った。この腐った家をぶっ壊してくれるヒーローかもしれないって。ちーちゃんの立場ならそう思うだろうな。そいつが3年前の話だったとして、それから？英二と私は共同でタタラチャンネルをやっていくことになった。内容もいわゆる告発系にそこで舵を切ったの。英二が持ち込んだスクープと台本でね。英二の持ち込むネタはどれも精度が高くて、何より刺激的だった。偉い人、成功した人、人気のある人、そういう人たちの裏の悪事を次々と暴いていった。みるみるうちにチャンネルが注目されるようになっていって、登録者数なんていつの間にかとんでもない数になってた。俺らの知ってるタタラチャンネルに近づいてきたな。正直自分はいいことをしてるって思ってた。マスコミも報じない、ずるく立ち回ってる悪い奴らを私たちが暴いてるんだって。でもだんだんエイジの持ってくる話がおかしくなってきた。ある時、元ヤクザが社会復帰するふりをして
悪毒やってるっていう台本を渡されたの。最初はこれも真っ当な告発だと思ってたけど、何度か配信を続けるうちにだんだん普通に社会復帰しようとしてる人たちの過去の経歴までことさら暴き立てるようになっていったの。もう償いの済んでる過去の犯罪とか、そういうこと。本性を表したってとこか。それまでの真っ当なスクープはチャンネルの信用を得るためのお膳立てで、本命はこっちなんだろう。たたら密かでいることがいつの間にかただ台本を演じるだけの時間になって、その上頑張って人生を立て直そうとしてる人たちの邪魔をしてる。私はいつの間にかたたら密かでいることの意味も目的も自分自身で手放してしまってた。もう耐えられなかった。だからエイジにもうチャンネルをやめるって言ったの。でもそうはいかなかった。うん、あいつはその時初めて私の素性をいつでもバラすことができると脅してきた。バックにはエビナっていうヤクザがいるとちらつかせながらね、そう言って次の台本を渡してきた。浜の英雄が元ヤクザを食い物にしてるってね。なるほどな。その後もうみんなが知ってる通り。一つ聞かせてくれ。それでもちーちゃんはエイちゃんに逆らおうとした、それは何でだ？アカネさんはラニちゃんをたった一人で命がけで守ってた。もうだいぶお年でそんなに無理の効かないお体のはずなのに、それを知って自分が恥ずかしくなったっていうだけ。そうか。別にそれで今までチャンネルでやってきたことが帳消しになるはずもないし、エイジにも面と向かって抵抗できたわけじゃない。アカネさんたちを守るために一番に逮捕されてもらおうとしたりね。俺をハワイで身動き取れなくすりゃアカネさんの発見が遅れるって踏んだわけだな。もともとエイジから言われてた命令はアカネさん家のハウスキーパーを装って一番に接近しろっていう内容だった。一番が茜さん発見のキーマンだから。けどちーちゃんは酔っ払った俺に襲われたから仕方なく撃退したってことにして、俺の身ぐるみ剥いでまで無所にぶち込もうとした。そう、私はスパイのプロでも何でもないから、エイジにはトラブルが起きたんだからしょうがないでしょで乗り切る気だった。けど一番は桐生さんがあっという間に助け出しちゃって、第五地区を出た後でもう一度あなたたちの懐に潜り込むように命令された。今度失敗すれば私の秘密を富士宮に暴露するって警告付きで。なるほどな。結局私は家に知られるのが怖くてみんなに打ち明けられずにいて、花輪さんとウォンを死なせて茜さんとラニちゃんにも辛い目に遭わせてる。言い訳なんてしようがないのは分かってます。今はもう俺らに隠し事ないんだな。うん、もうないよ。そうは言っても一度裏切ったやつは二度三度とやるもんだぜ。そうだよね、やっぱり虫が良すぎたか。おい、いいのかよ春日。トミーの言うことは一理ある。一度裏切ったやつは次もってやつ。ただまあそのトミーも病を裏切って今ここにいるわけだけどな。そのツッコミを待ってたんだ俺は。じいちゃんさ、初めて会って俺の身ぐるみ剥いだ時、こいつだけは取らないでいてくれたろう。俺の大事な人の遺灰が入ってて茜さんに渡したいって話、飯食いながらしたよな。だからこいつだけは
そのままにしといてくれたんだろ。別に取るまでもないって思っただけかもよ。かもな。でも俺はすげえ感謝してんだ。こいつは本当に俺の大切なものだからよ。だから今言わせてくれや。ありがとうな、ちーちゃん。お前らしいや。私が謝ってる側なのに。何言ってんの本当。ありがとう一番。よっしゃ、これでこの件はチャラだ。ラニがハワイ中のワルに狙われてて、それを茜さんが命がけで守ってきた。なのにそいつを放り出してやらなきゃいけねえことなんて他にはねえ。みんな俺に手貸してくれ。二人を安心させてやろうぜ。当たり前だろ。おい、今更俺にそんなこと言わせんな。うん、もちろん。じゃあお帰りだな、じいちゃん。なら春日パーティー再結成の乾杯といくか。だな、じゃあ乾杯。そう、トラブルだ。うちから裏切り者が出た。ばあさんをパレカナに引き渡そうとしてる。お前病か。茜さんがどうしたって。来たらわかる。造園はやぶさかじゃねえ。茜さんを引き渡すですって。急いで病んとこ戻ろう。気合い入れていこうぜ。海外のフルーツは派手な色してるの多いよな。お、あれそこに売ってるのドラゴンフルーツじゃねえか。なんだそれ、かっけえ名前だな。見た目も派手だがうまいのか。全然知らねえけど、名前と外見だけで買いたくなるぜ。ジャケ買いみたいな。果物でジャケ買いって味もわかんねえのに買うのか。CD だろうがフルーツだろうがピンときたのは買うのが勝負。これください。しかしこれどうやって食うんだ。後先考えず買うのは何のか。足立さんらしいな。仲良し。また距離が縮まったな。So you. We're selling our reservation with Singapore. 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 We're selling our reservation with Singapore.
Aloha. Thank you. あいつら病の手下だろう。どういう状態だよ。Boss, Kasuga's here. Good. Show him my face. おい、こっちに来るぜ。あいつは、ヤクザたちは違う。てめえ。いや、Kasuga一番。ドワイト。てめえがこの騒ぎを。ああそうだ、うちのビジネスパートナーがお前らにえらく怒ってるんでな。さっきはどうも、春日さん。エイちゃん、その呼び方やめろと言いませんでしたっけ。エイちゃん、おめえがブリッジジャパンにいたって話を聞いた。分野だった時、荒川組にはめられたのかもしれねえってことも。それで、おめえはヤクザに仕返しがしたくてこんなことやってんのか。だとしたら、おめえの恨みに茜さんも何も関係ねえだろ。二人に手出すのはもうやめてくれ。その代わり、俺一人で勘弁しちゃくれねえか。はい。俺は荒川組の人間だし、ブリーチジャパンが潰れた原因も作ってる。俺がエイちゃんに恨まれるってんなら、グーの根も出ねえ話だ。だからよ、煮るなり焼くなり好きにしてくれていい。今どこにいんだ。そっち行くぜ。一番、お前何言ってんだよ。いや、さすが春日さんらしいですね。でもお会いに行く様、俺はヤクザの言うことは一切信用しないことにしてるんです。それにラニをいただいたのもそれなりに理由があるんで、全てのヤクザどもに復讐するためにね。エビナさんと組むのも全てそのためだ。エイジ、あんたたち何をしようとしてるの。まあそれはもういいじゃないですか。それよりも当面のピンチをどう乗り切るんですか。
アカネおばちゃんを引き渡したやつには病の島をくれてやるってドワイドにそう宣言してもらってます。もちろんパレカナが後ろ盾になるって条件でね。なんだって？このハワイではギャングにも警察にもパレカナの息がかかっている。そいつを知ってヤクザたちが生き残りたければ我々に忠誠を誓う必要がある。その証が病と別れのばあさんの引き渡しだ。正直もうラニは手に入ったし、アカネおばちゃんに用はないんだけどね。一ついいところはあんたの母だってことだよ、春日さん。それを始末した時のあんたの顔って見物じゃない？よっしゃ、親父とばあさんを探せ。あんたたちの死に様も動画に上げとけよ。今度こそボンボヤージュだ、春日さん。そうはいかねえ。こんなとこで死ぬわけにも。おめえとおさらばなんてのもな。行くぞ。しびるんじゃねえぞ。戦闘準備完了。任せといて。来ねえのか。やるけど。すぐ楽にする。はあ。せい。ガンガン行くぜ。ほら来いよ。いつでもどうぞ。受けてみな。